モンゴル文字で書かれた、モンゴルモンゴル語は、モンゴル諸語に属する言語であり、モンゴル国の国家公用語である。モンゴル語を含むモンゴル語族は、チュルク語族及び、ツングース語族と共に、アルタイ諸語と呼ばれる。モンゴル国の憲法第8条はモンゴル語を、モンゴル国の国家公用語に規定している。モンゴル国では、行政、教育、放送のほとんどがモンゴル語でなされるが、 バヤンウルギー県では学校教育をカザフ語で行うことが認められている。こうした地域の人々の中にはモンゴル語を全く返さない者も,もいる。モンゴル国外には10万人以上のモンゴル国民が居住しており、彼らの母語でもある。モンゴル諸語のうちどこまでをモンゴル語と呼ぶのか明確な定義はないが、一般的にはモンゴル国や中国のうちモンゴル自治区でも話されている。 ものがモンゴル語とされる。ブリアート語やオイラト語などとともにモンゴル語族に属する。モンゴル書語は、トゥルク語族、ツングース語族などとともに次のような特徴を持つ。これらの共通点から、共通の祖語に遡るというアルタイ語族仮説がかつて唱えられたこともあった。しかしこうした共通点が、深淵関係の存在によるものか、隣接することによる、 総合影響によるものかは不明であり、また、基礎語遺憾の音韻対応規則が立てられない、ことなどから、アルタイ語族説は未だ証明には至っていない。アルタイ語族仮説支持者の中には、日本語やアイヌ語、朝鮮語もアルタイ語族に属すると主張する者も,もいる。ハルハ方言の音韻について述べる。音素としての単語音は、A、E、I、O、U の7つであり、 それぞれに対応する長母音、a, e, i, o, u が存在する。短母音は、第一音節、もしくはアクセントのある音節では、a, e, i, o, u となるが、それ以外の場合には弱化し、元の音化と関係なく、となる。長母音は常に a、a, e, i, o, u となる。二重母音のうち、主要母音が前にあるものには、i, a, おい、あい、ういの五つがある。主要母音が後ろにあるものには、ジェ j ジュ、ジェー、ジョー、ジェー、ジュの六つがある。見え母音には、ジャイ、ジーなどがある。モンゴル語の表記は、歴史的にウイグル文字を元に作られた縦書きのモンゴル文字により、表記される猛古文語がもっぱら使用されてきた。清から独立を果たし、中国に独立を否定される中、 ソビエト連邦の全面的な支援によって独立を果たしたモンゴル人民共和国では1930年代にラテン文字による表記体系が宣伝された時期もあり1941年2月1日には一旦ラテン文字表記が公式に採用されたがその2ヶ月後には撤回された結局ロシア語のキリルアルファベットに2つの母音字を加えた表記体系を モスクワからの指示で1941年に採用し、原文一致の表記が可能となった。1957年には、キリル文字で書かれた教科書も出版されている。他方、中国内のモンゴル系民族は、モンゴル文字やトド文字による表記体系を現在まで維持し、モンゴル人民共和国のモンゴル語とは、文字により分断されてきた。なお、中華人民共和国内モンゴル自治区では、 文字こそ伝統的なものではあるものの、かつての文語ではなく原文一致を施行してきたことは注意を要する。モンゴル人民共和国はソビエト連邦の崩壊に伴い新生モンゴル国となったが、その際に民族意識の高揚とともに伝統的なモンゴル文字を復活させようという動きが一時高まった。1991年には、 国家将棋会第36号決定において、1994年からのモンゴル文字公用化が決定され、その準備が指示された。うちモンゴル自治区の新たな文字表記との接触がほとんどなかった一般国民の間では、モンゴル文字イコール、話し言葉とは無関係の文語というイメージが定着してしまっており、言語そのものと文字の関係に関する、 正しい理解が得られなかったことなどから、一時期は正式に計画されていたモンゴル文字への全面的な切り替えは中止された。現在、モンゴルの一般教育では、週1時間のモンゴル文字の時間が設置されているが、社会的にはすっかり無関心になっていることもあり、生徒たちも自分の名前をモンゴル文字で書ける程度である。なお、モンゴル政府は、 パソコン上での使用のためのラテン文字への置き換え基準を正式に制定したが国民の規範意識は低く電子メールなどでは個人によってバラバラの表記が通用している。歴史的には16世紀以降のチベット仏教の普及に伴いチベット文字を俗語であるモンゴル語の表記に用いることも僧侶たちの間では広く行われ現在でもその伝統は一部継続している。 また、チベット文字を元にしたパスパ文字は元朝の公用文字の一つであり、モンゴル語の表記にも広く使われた。また、チベット文字などインド系文字を参照しながら作り上げられたソヨンボ文字という文字も存在している。現状筆書は秋よに中国で翻訳された半本が残っているが、ここでは原文であるモンゴル語を漢字で翻訳し表記している。 モンゴル語に用いるキリル文字はロシア語に用いるキリル文字に、との二つの母音字を追加したものである。母音アザ12、シ音ンアザ20、記号2、半母ボインアザ1の35文字からなる。このうち、は、外来語にのみ用いられ、固有のモンゴル語に用いられることはない。また、の発音はロシア語では、それぞれ、おう、ゆうだが、モンゴル語ではそれぞれ口を大きく開けて、 王と異なって発音されることに注意。モンゴル語の聖書法では、第一音節の七つの母音は、上記七文字の一つ一つを対応させる。一方、第二音節以降に唯一現れうる一つの単母音については、実際の発音とは一切関係なく、機械的にいずれかの文字を選ぶことになっている。長母音を表記するための専用の文字はなく、対応する単母音を表記する。 母音字を二つ重ねることでこれを表記する。従って、ハーンは、となる。ただし、の長母音のみは、例外で、記号である、はがすイい、お使いと書く場合との字を使う場合との二通り、存在する。なお、は、以外の母音字とともに二文字で一つの重母音を表記する綴りともなる。ロシア語における南語音記号や、高音記号は、モンゴル語においても同様な用途でもって使用される。 難音記号は単独では使用されず、一部の詩音の直後につき、その詩音に半貌音、J の音が弱く混じったような音に変化することを表す。例、マイメートル R、馬、モル類のように発音される。ただし、自体単独で音化を持つことはなく、芯印につくことで、元の芯音とは別なもう一つの芯音であることを意味する。これを芯印の何音かと言い,い、 この難音と元の死音との対立が語彙の違いに影響する。また、高音と記号は死音と母音の間に挟んで、それぞれが分けて発音されることを表す。例、ソルジェ、マナボソルイのように発音され、ソリのようにはならない。モンゴル語では単語内及び後付けする語尾における母音の組み合わせに関して次のような制限がある。モンゴル語の母因は次のように、 男性母音、女性母音、中性母音のどれかに分けられ、一つの単語内に、男性母音と女性母音とが共存できないという法則がある。これを母音調和という。中性母音は、男性母音、女性母音どちらとも共存できる。男性母音を含む単語を男性語と言い、女性母音を含む単語及び、中性母音のみを含む単語を女性語と言う。例えば、娘。 楽しい、素晴らしい、温かい、思うは男性語であり、息子、はじまる、私の、いえ、祖父は女性語である。は、母音、愛を表す。母音字であるが、のを表す変化語尾など限られた変化語尾にしか使われず、なおかつ男性語にしか使用されない。女性語につく場合は、が使用される。一単語に存在する母音の種類は、上記の母音調和の規則のみならず、 次に示す母音配列の規則にも縛られる。モンゴル語の単語は、外来語や固有名詞など一部を除き、単語の第一音節に来る母音の種類によってそれ、以降に来る母音に、一定の制限が加わる。この規則を表にすると、以下のようになる。上記の母音調和の規則及び母音配列の規則は、名詞の格変化や、動詞の活用語尾にも適用される。例えば、 疑問詞なしの疑問文で未来に対する行動を質問する場合、文末は、で表現され、例えば次のようになる。このように語尾の接続される単語が男性語か女性語かによって語尾も母音調和に適合するようにそれぞれ男性母音系、女性母音型を接続する。単語に含まれる母音の種類によって母音が異なる語尾であることを明示するため、辞書などでは、に、 のように表記されることが多い。系列以外の母音を持つ語尾には母音配列の規則が適用される。母音の変化を単語の母音の種類と対象させると可表のようになる。平たく言えば、系列は、系列と、系列は、系列と共には現れないということになる。例えば、手段や方法を表す、で、などの意味を表すマイナスは、単語によって次のように変化する。 このように母音が4種類取り得る語尾であることから、4と表示することが多い。中には、系列からなる単語に対して、語尾に、系列を取らずに、系列の母音を取る語尾がある。一例として、3、とともには、という二重母音が存在しないことから、代わりに引くを取る、祖父とともに、外来語や固有名詞、合成語などで、系列と、系列、男性母音と、 女性母音などが共存する単語の場合、最終音節の母音の系列に従って、語尾の母音が変化する。例えば、場所や、時間の起点などを示すマイナス4、からに対し、リバース、日本から、大阪から。なお、以上で述べた、母音調和や、母音配列の規則に従わず、母音が変化しない例外的な語尾が一部存在する。例えば、名詞や、 形容詞につけて、のない、ではないのいを表すマイナスは、母音調和の規則に従わず、不変化である。ダメだ。モンゴル語は、類型論上膠着語に分類される。非認証再起所有、認証所有の接字を有し、名詞が形容詞や副詞として使われるのが特徴である。語順は日本語と同じく、主語、保護、述語の順、修飾語は、非修職語の前に置かれる。 基本的な文法は日本語とよく似ており、日本語の文章のそれぞれの単語をモンゴル語の単語に置き換えるだけで意味が通じる。また、関係代名詞がなく代わりに動詞が連帯型をとって名詞を修飾するのも日本語と同様である。日本語の連帯型は形式名詞なしに助詞を伴うことができないが、モンゴル語の連帯型は直接助詞を伴う。体言の核変化は、 五感の後ろに硬着的な覚語尾がつくことによって表される。体言の覚は、主格、俗格、体格、良い覚、愚覚、脱覚、共同格がある。方向角を認める場合もある。覚悟尾は、母音調和及び母音配列の規則に従って交代する。日本語には見られない説字として、非認証再起所有と認証所有が、覚説字の後ろに付されうる。 認証代名詞には1認証単数、1認証複数、2認証単数、および2認証複数、3認証単数、3認証複数がある。2認証単数は、新章は軽章である。指示詞は、金章と炎章の2系列からなる、などがある。疑問詞には、税、などがある。は名詞であるため格変化をする。しかし、現代モンゴル語では、和、と変化する。 動詞は語幹に動詞語尾を伴って終止形、連帯形、連用型になる。命令型は文法形式上終止型として現れる。動詞の辞書型は語幹に連帯形語尾が接続したものである。連帯形の中には文末において終止型として用いられるものがほとんどである。動詞語幹と動詞語尾の間に挿入される設字は、 体など様々な文法範疇を示す働きをする。形容詞は語形変化をしない不変化詞である。形容詞の自性を示すためにはコピュラ動同士であるを構設して変化させる。高知詞は名詞の後ろについて、格語尾だけでは表示できない、格情報を示す付属語であるが、名詞を伴わずに形容詞や副詞として用いられることもある。助詞は文末について様々なニュアンスを表す。 ありがとうございます。